こんにちは、キックンです。今回はイコライザーね、略して EQ を扱う時の基準ね、どういうふうに設定すればいいんだろうっていう分かりにくい場合があると思うので、その場合にどこをどういじったらいじりやすくなるのかみたいな考え方をお伝えしたいと思います。そしてイコライザーの面白いところも実際のこの音で、ね、お伝えしていきますのでお楽しみください。でまずね、このイコライザー何にもかけていないトラックを聞いてみてください。うん、まあ普通に聞けば普通ですけど、言われてみるとちょっとモコモコしてるかなっていう感じもありますよね。でその時にこのイコライザーね、ここロジックの場合はここをクリックするだけで出てきます、イコライザーが。でアナライザーっていうのがオフになっていたらオンにしてください。これでこのねグラフが出るようになるんですよ。うん、でこの時にじゃあまずどこをいじればいいのかっていうのをお伝えしましょう。でまずいっぱいギザギザが出てますよね、このギザギザが。でこのギザギザが出ている 時にここのギザギザの一番とんがってるところが、実はイコライザーってあの大事な音が眠ってるんですよ。例えばほらバンバンバンってやると、ほらここ尖ってますよね。ちょうどヘルツ数で言うとここですね。この緑色のボールをドラッグしましょう。ボールをドラッグしてもいいし、上下すると上げ下げできるんですけど、このおすすめはこの何ヘルツっていうところのここですね。ここを右左ってやってあげると、まあ、数字も見ながらねこう上げ下げできるから、まあ、やりやすいかなっていうのが一つで、何ヘルツかっていうのを見定めてあげて、何デシベルっていうので上に上げる下げるっていうことができるんですね。でそして、この上げたもの、この富士山みたいなね、この丘が大きいですよね。大きいからこれは嫌だっていう場合はピンポイントにこの一番下ね、下のところで絞り込むことができるんですよ。終わりますか、こんな感じなんですね。でじゃあ例えば EQ っていうのは音は軽くしたり暗くしたりっていうことはね、まあ、できるんですけれども、ね、これあくまでも万能ではなくて、そのない音は変わらないんですよ。わかりますか。例えばこのイコライザーね、このギザギザしてますよね、この高音の部分、ここを思い切り上げるとほら高音の部分が上がりますよね。ですけどここの一番右の何にも音が鳴ってない部分に関しては上げたとしても音変わらないんですよ。なぜならない音は作り出さないからなんですよね。そうなんです。で、その前提をね覚えておいていただいて、さっきの話に戻ると、このほらギザギザはギザギザでも低いこのギザギザな部分と高いところってありますよね。高いところっていうのがこの音色の個性を一番持っている部分なんです。なので例えばね、この高音のピンっていう感じをちょっと強調したいなっていう時には、例えばねありますよね、このまあ音程によって変わってきちゃうんですけど、例えばCっていうコードをバーって弾いた時に、ほらなんかこの辺りこの辺りとんがってますよね。わかりますか。ほら他の場所よりもこことんがってましたよね、この辺り。もう一回いきますね。ほらとんがってますよね。そう、ちょっと右はとんがってないので、もし上げるとしたらこの一番とんがってるところを中心に上げてあげるとね、この効果が現れやすいんですよね。でもちろん出過ぎてるところがあれば、もちろんこのように下げてあげるっていうのが大事ですね。うん、これはケースバイケースで曲のアレンジによっていろいろ異なってくるので、正解はないんですけれども、時々によって異なってくるんですけれども、まずこういった、ね、上げ方、どこを上げればいいんだということで、一つの基準にしてみてください。楽器によってね、何ヘルツがいいとか、何ヘルツをいじるとまあこの、まあ、具合が良くなりやすいとかっていうのもあるんですけれども、それはまたね別の動画でやっていきたいと思います。そして一つコツがあります。わざとこのように、ね、スライムの頭みたいな感じで尖らせてあげて、この状態でこのヘルツを動かしていくんですよ。そうすると分かりますか、ピューンと音が鳴ってますよね。つまり言うと自分が欲しい雰囲気の音をここで探すんです。ちょっとこのピーンっていう鉄の金属の響きが欲しいなっていうことだったら、あ、ここがいいなってなりますよね。
そうしたらこれだと音がうるさいから下げてあげる。微妙に入れてあげる。そうするとさっき入れたこのピンピンっていう音の弱いバージョンをね、ここに入れることが、さりげなく入れることができるので、なんとなくこのきらびやかになりましたよね。ですよね。これないとどうなるかというと、クリックでオフにできます。オンにするとちょっとピーンと音になってますよね、っていう風にさりげなく変えてあげるんです。僕のチャンネルではこういった情報テクニックをお伝えしておりますので、ぜひチェックしていってください。チャンネル登録していただくと通知がいきますので、ぜひ見逃さないでくださいね。いつもありがとうございます。ではそれではね、おまけをお伝えしたいと思います。さっきのね、このモコモコした音、 EQ ってこんなに音変わるんだっていうのを体験してもらいたくて用意しました。例えば普通に再生すると、まあこういう感じなんですよね。で EQ って場合によってはローカットをして音をすっきりさせるっていうことがあるんですけれども、でわざとちょっとかなりざっくり切っちゃいますね。ピアノのローカット、わかりますか、この感じ。普通のピアノの音の状態だと、カットしない状態だと、こういう感じなんですけど、カットするともうすごいですよね。やりすぎるとこうなっちゃうんですよ。これひどいですね。おもちゃのピアノみたいになっちゃって、もうこのぐらいですよね。例えば結構削りましょうか、わざと。でこれ単体で聞くと不安じゃないですか。こんなに切っちゃっていいのかなみたいな。でもこれ面白いことに、さっき入れてたベースとキックと合わせて鳴らしてあげると自然に聞こえちゃうんですよね。いきましょう。わかりますか。なんかこんなに、さっき僕は弾いた演奏だと、こういう感じですよね。でも今のように一緒に聞くと、これ EQ 何も変えてないんですよ。なのに削ったのが分かんないぐらい自然に聞こえちゃいますよね。そうなんです。なぜならばこのベースとキックの低音が支えてくれてるからなんです。このカットした部分を、つまり言うと EQ で大事なところっていうのは、この澄み分けっていうのが大事なんですよ。澄み分けすぎてしまっても、音がスカスカになっちゃうので要注意なんですけれども、つまり言うと、まあ、低音はここ、ね、ベースとキックとピアノで飽和しすぎているので、ピアノは削ってあげて、ね、このベースのこのローの美味しいところを生かしてあげるっていう考え方なんですよ。せっかくベースとキックがいい低音を奏でているのに、ピアノまでね、こう低音がね、ズン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 ってであったら、飽和して音がマスキングって言って、音が音をね殺し合ってしまうことになってしまうので、炭焼きをしてあげるっていうこの考え方が大事です。なので、まあ、正解はないので具体例はこの動画ではやらないんですけれども、ね、これだけもう効果があるぞということなんですよ。低音の部分をカットしてあげると。だから例えばもっと言うと、ベースとキックの音、これも低音同士ですよね。なのでベースを生かしたいのであれば、キックの低音をちょっと削ってあげてベースの方に譲ってあげるみたいなことをしてあげてもいいかもしれないんですよね。で例えばこのキックの音ね、こうなってますよね。でこれをじゃあちょっとね、ちょっと今雑にやっちゃいますけど、これやりすぎですよ。ペコペコになっちゃうので、ちょっとわざとこのぐらい削ってあげるという感じで、例えば、まあ、ざっくり60ぐらい削ってあげて、まあ、ベースとね、積み上げてあげると、ちょっとベースが浮き上がって聞こえるということなんですよ。例えばキックの場合だと、音って3点で取ってあげるといいんですよ。音のアタックね、出だしのアッだったら、このアッとこうドンって、この皮が当たった時のバチンっていう音と、胴鳴りの音、ドゥンっていう胴鳴りの音、そして3つ目が余韻の音、うん、っていう、この3つの音が、この3つの要素で分かれてるっていうことを前提に聞いてあげるんですよね。アタックと鳴りの響きと余韻、この3つを分析してあげて EQ をかけてあげるとよりやりやすいです。例えばその例でいくと、この高いところ、
ほとんど鳴ってないんですけど、こう高いところをわざと上げてみましょうか。このとんがってるところ、わかりますか？このパチンって鳴ってますよね。ここをちょっと上げてあげるんですよね。そうすると何が起こるかというと、ちょっと高音の川の鳴りみたいなところが強調されるんですよね。だからちょっと張りのあるきらびやかなキックにしたいぞっていう時には、わざとここを中域からね、高域の部分、こうやって好みのところを強調してあげる。やりすぎちゃダメですよ。微妙にちょっと違いますよね。コンコンコンと音が入ってますよね。ってやって、調整するんですよ。そうすると音のいいところね、あとこの場合はいらないなっていうところも、まあ、カットしてあげることで、よりね、いい音になっていく、いい音というかデフォルメしてあげるって感じですね。まあ、音としてはね、 EQ とか何もしない方がいい音とはされてるんですけれども、やっぱりアンサンブルするにあたって不都合がね生まれてきてしまうので、結果的にね EQ でちょっといじった音がデフォルメされて、その場合のその状況ではいい音っていうことになるっていう考え方ですね。例えばこのピアノも中域をわざとこう減らしてあげたとしましょう。今ざっくりですけど、仮に思いっきり中域を減らすと、中域の豊かさが減りますよね。こういうちょっとスカスカな音になったと。でこれどういう場合にいいかというと、例えば、ね、思いっきり声の太いね男性ボーカリストが歌っていた場合に、例えばピアノで歌ってた場合に、ちょっとここを下げてあげることで、よりボーカルの人の中域の音をね、声の成分を邪魔しないようにピアノがちょっと道を譲ってあげるみたいな考え方ですね。でそれは削りすぎかどうかっていうのは、その曲と向き合った時にしっかりと考えながら、今僕が伝えたこの情報をもとに、ね、それをもう原理として考えてあげて調整をしてみてください。ということで今回も見てくださってありがとうございました。キックンでした。またお会いしましょう。